はい、今日のセカンドチャンネルの動画はポケットモンスタースカーレットバイオレットやっていきたいと思います。皆さん発表見ましたか？最近ポケモンさんの発表でポケモンスカーレットバイオレット衝撃的な発表がありました。それは何か、ゲットミュー&ミュー2、君だけのミューと最強のミュー2に挑め、なんとスカーレットバイオレットミューとミュー2実装されました。おめでとうございます。すごいよ、両方一気に来んのね。幻のポケモンって通常プレイで手に入んないんですよ。なのでこれはミュウはもう絶対手にしたいし、ミュウ2に関してはミュウは普通に手に入るらしいんですけれども、ミュウ2はテラレイドバトルでこうゲットするのかな。でね、ミュウ2は今戦えないし手に入らないんですけども、ミュウもこの動画を見てる皆さんもすぐ手に入ります。受け取り方説明しましょう。不思議な贈り物で合言葉入力すれば手に入ります。はい、合言葉ゲットユアミュウ。ちょ、売ってみよう、早速。ミュウがついに手に入るのか。いいんすか、ポケモンさん。そんな手に入れちゃって。じゃあ、僕手に入れますよ。不思議な贈り物。これね、合言葉で受け取る。はい。でね、受け取り期間が2023年の9月の18日までとなってます。もうこれは早い方がいいので、皆さんぜひゲットしてみてください。で、これね、実は面白いのがありまして、手に入るミュウが人によって全然違うらしいんですよ。テラスタイプとかも違うし、性格とかも違うらしくて、これね、皆さん、あなたに似ます。はい。もうこのね、手に入るミュウ、マイミュウ、あなたのミュウということで、もうね、あなたの、いわゆる入力したゲームのプレイヤーの写し鏡になるという噂が僕の中で昨日作りました。これで、これ入力して、ミュウが手に入ると、このミュウのテラスタイプと性格がもう、はじめ社長なんですよ。これで俺がどういう人間か分かると。人によってバラバラなのすごくない？普通さ、こういう贈り物系ってさ、配信とかで手に入るポケモンってなんか性格とかさ照らしたら決まってるじゃん。もうバラバラなんだよ今回。皆さんのミュウは果たして何テラスなのか、そして性格はどうなってるのか、ちょっと教えてください。へー、毒テラスとか嫌だな。俺個人的にはなんか鋼とかがいいですけども。ちょっとさ、幻のミュウゲットします。失礼します。うわー、来た、やばい。あー、あ、こんなあっさり手に入るの？幻のポケモン。かわいいね。はい、ミュウゲットしました。これで即ゲットなんだ、すごいな。はい、皆さんちょっとミュウ早めにゲットしておいてください。手に入んないからね。よしよしよし。さあ、ここからが大事ですよ。性格とかね、気になるね。どうしよう、ドクテラスじゃなかったら。あ、レベル5なんだ、かわいい。失礼します。緊張するな。俺の心の中が見られる感覚があるな。失礼します。岩？俺のミュウ、岩テラスなの？ちょっとなんかごつくない？ごついな！うわ、パワージェムとか覚えてるんだ。これ技とかもみんなバラバラなのかな？どうなんだろう？でもミュウってなんか何でも覚えるイメージあるよね。特攻ダウンの防御上がり、耐久がありそうですね。さあ、気になる性格。ワンパク！ワンパク、ロックだね。めちゃくちゃロックなミュウが生まれてきたな。というわけで、はじめ社長のミュウは、岩テラスのワンパクなミュウでございました。ありがとうございます。可愛ければ何でもいい。よかった、毒とかじゃなくて。ノーマルテラスとかもちょっとね、不思議な気持ちになるよね。わ、可愛い！あら、こんにちは。あー、チューしちゃうよ、チューしちゃうよ、それ。チューしてんじゃないの、デコチュー。ねえ。可愛い、ミュウちっちゃい。すごいなー。まさかミュウがこんな、なんか、昨日の発表で突然手に入りますよって、ミュウ2とミュウの発表あったんで、もう、急いで動画撮ってますけども。いや、これみんな違うのがまた面白いね。ちょっと皆さんのミュウ、どういうテラスタイプか、性格だったのか教えてください。寝方かわいい。尻尾をお腹に巻いて寝るんだ。で、このミュウをもってして何があるかっていうとですね、その最強のミュウ2が9月の1日の9時から来るんですって。9月の1日から9月の18日まで。で、なんか、最強のミュウ2のテラレイドバトルで、このミュウで挑むと何かが起こるらしいんですよ。教えて！何かって何なんだろう。でもとりあえずね、このミュウを育てないといけないらしいですよ。はい、こういう感じでもうミュウ2が来るよっていう情報も出てますので、皆さんしっかりミュウを育てて、ミュウ2との戦いに備えましょう。ちょっと強さみたいな、どんなもんなんだろう、個体的な、あれは。うわー、結構寒い。HP 攻撃特防が高い。バランスいいな。じゃあめちゃくちゃ強いミュウにしちゃおう。ちょっとこの子は大事に育てさせていただきます。はい、ここにもポケモンプレイヤーいました。
やっぱ一人だけやってもそのサンプルが取れないので、ちょっとケンスケの耳も見てみましょう。棚地さん、これ持ち主に言ったらどうなると思いますか？地面、いや格闘、もう格闘っぽいですね。テラスは、テラスが格闘、格闘、格闘の性格はなんだ。ハジオさん、なんだと思います？ケンスケ、ケンスケはね、毒のずぶとい。あー、ずぶとい、いいね。格闘のずぶとい。格闘ずぶとい、毒ずぶとい。マジで、もうポケモンスカーレットバイオレット、やっぱ最新のポケモンのゲームすごいのよ。そのプレイヤーの動きとかストーリーまでの流れでもう統計取れてるのよ、その人の性格とかどういう人か。だとしたら俺多分フェアリー穏やかに。いやいや、もう真逆真逆。ちょっとケンスケ見ていいですか？来い来い、フェアリー穏やか来い。いや逆にもうね、見透かされて臆病とか出てくるかもしれない。その可能性あるね。格闘臆病とかもあるじゃない。ああるね。当たってたらマジすごいよ。発表させていただきます。はい、うわ、と性格、そしてテラスタル、何タイプなのか。これはもう本当に見てくれてるんだったらもう確実にフェアリーもない。いやいや、もう毒か鋼か悪。悪はありえますね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあちょっと答え一番発表させていただきます。お願いします。おもろいな、これ。いや、おもろい、マジ全員違うの、マジでおもろい。見るね。はい、なになに、お、テラスタイプ。いや、すごいよ。え、鋼タイプです。おお、ぽいぽいぽい、すごい、マジで鋼だよ。本当だ本当だ、テラスタイプ鋼なんです。じゃあ続いて性格の方見ていきましょう。そこが大事ですから、性格大事ですよ。性格見せていただきます。はい。何、何、合ってる。いやね、マジで合ってる、マジで合ってる。陽気、おお、すごいよ。鋼と陽気でもケイスケになるからね。で、俺がワンパクの岩でしょ、すごいよ、すごい。これ、ミュウマジで統計取れてる。やばい、一言、え、暴れることが好きって完全一致です、これ。本物です、もうすごいこれ。はい、というわけで皆さん、ミュウの配布が始まっておりますので、ぜひともゲットしておいてください。そしてもうすぐね、 WCS もありますね、ワールドチャンピオンシップ。日本でね、ポケモンの世界大会が開かれるということで、すごい楽しみなので、ちょっとね、盛り上がってきてます。そしてダウンロードコンテンツももうすぐ来るでしょ。ちょっとまたね、ポケモンゲーム気合い入れたいと思います。はい、見た生配信のあれ、ライコーのなんか過去の姿なのかな、パラドックスポケモンで、コバルオンみたいなやつとライコーみたいなやつとか、あとジュラルドン、ソードシールドで出てきたジュラルドンのなんか進化体とかも新しく情報出てたので、もうすごいよ、大丈夫ってぐらい、なんかすごい貴重な情報というか、まだまだポケモン進化するんだなと思って見てたので、今後の情報も目が離せません。またちょっとポケモンの動画出していきたいと思います。以上、今日のセカンドチャンネルでした。バイバイ。